金魚というのは実はとても魅力があって奥が深いものです。ケミックスダブルアイズをお聞きの皆さん、こんにちは。素敵なシーボッチャーの佐伯進です。今回のラジオで見る静岡は水中楽園アクアリウムにやってまいりました。なんとこちらにはですね、珍しい金魚がたくさん飼われているということで堪能していただきたいと思います。それでは早速中に入ってみましょう。水中楽園アクアリウムは金魚をメインとしまして熱帯魚、それからクラゲを展示しております。まずこちらの水槽なんですけれども、金魚の本来の見方というのは上から見るというのが正式な見方なんですね。で、今でこそガラスの水槽でしたりアクリルの水槽があるので横からご覧いただくのが主流になっておりますが、実際は上からご覧いただいてですね、尾びれの開き具合でしたりその体の幅ですね、厚みをご覧いただいて、そういうところを美しいなというふうにして鑑賞していただくためのものなんですね。ですので今回は日頃の横から見る見やすさと上から見て楽しめる上からの本来の見方のできるような展示の仕方をさせていただいております。こちらはですね、お相撲さんが優勝の時にこう杯を飲むあの雰囲気を持ってきたいなと。ただしですね、これなかなかこの大きさのものっていうのはなくてですね、実際特注で作っていただきました。こちらからは2歳から上の2歳、3歳、4歳、5歳ぐらいの金魚を展示するお部屋になっております。卵中から赤白黒の色の江戸錦というのが作られまして、それからまたさらに品種改良されてこの桜錦というのが作られました。これは人間が品種改良で背びれを取ってしまったんですけれども、背びれを取ってしまった理由というのが、普通はこう背びれがありますと背中がとんがってるんですね。それを背びれを取ってしまったことによってこう背中がこう丸くなってますが、丸くなっているとそこまでこう鱗で全部埋め尽くされるので、その鱗がですねキラ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 こう光ってくんです。桜の花びらが舞うようだということで桜錦という名前が付けられております。この単調に限ってはこの赤い頭と体の白いのがですね、ほぼ 100% このままの遺伝で生まれてくるという金魚です。頭のこの帽子をかぶってるみたいなこの赤いところがですね、大きなものほどよりいい形の金魚だとされています。これも面白いですね。鱗が真珠の鱗っていうことでゴツゴツとしたこれが鱗なんですね。吹き流しみたいな尾の形をしているので吹き流し尾とは言うんですけれども、コメットはアメリカに渡って品種改良されてできたものなんですね。
金魚というのは実はとても魅力があって奥が深いものです。やはり江戸時代からですね、ゆっくりこう人間が品種改良もしながら育ててきたものをですね、ぜひまたこういうコロナ禍で大変な中ですね、水の揺らぎと金魚の優雅に泳ぐ美しさをご覧いただいて、日常を忘れていただきたいなと思います。